ラタンマイナス600は、ロシアゼレンチュクスカヤにある電波望遠鏡である。27.4メートルの長方形の電波反射板895枚を半径576メートルの円形に並べて、構成した巨大な重鏡と、中央の第二鏡及び受信機、及び円形の主鏡内部の中央より南側に、直線上に設置された平面反射鏡からなる。 主教は一定範囲内で角度を変えることができ、天体から入社する電波を中央に位置する円錐状の副鏡あるいは5つある放物面円筒副鏡の一つに導く。これらの第二鏡の先にはそれぞれ受信機や観測装置が置かれている。望遠鏡全体では約600メートルの直径を持つ望遠鏡と同等の解像度を達成することが可能であり、 単一の電波望遠鏡としては世界最大を誇る。望遠鏡は以下の3つの観測モードで使用することができる。円形の主鏡はいくつかに分割して使用することが可能なため同時に複数の方向の天体を観測することができる。この場合、円形主鏡の一部がある受信機と円形主鏡の別の部分は別の受信機と組み合わされることになり、 波長8センチメートルの電波の観測では、円形の反射鏡すべてを使用した場合の実行的な反射面積は1000平方メートルであり、解像度は1平方分である。1987年に発行されたソ連の規定。上部にはラタマイナス600の全体像、下部にはラタマイナス600の中央に置かれた円錐状の反射鏡が描かれている。 ラタンマイナス600は、主に四五線を通過する天体を観測する望遠鏡であり、地球の時点に従って観測対象天体を切り替えていく。ラタンマイナス600で観測が可能な電波の周波数は 610MHz から 30GHz であるが、主にセンチ波を観測対象としており、最大解像度は2秒角である。太陽、特に太陽コロナの電波観測が、 ラタンマイナス600の中心的な課題であった。また、地球外知的生命体探査にも用いられている。多くの技術的課題で観測が困難であった BTA-6 とは異なり、ラタンマイナス600は1974年の観測開始以降ずっと多くの研究者によって利用されている。2015年5月15日構成時18時1分15.65。15. ラタマイナス600は、構成 HD164549 の方向から非常に強い電波を受信した。さらに、その信号強度は、望遠鏡のスキャンに伴って上昇と下降するように見え、遠方からの信号である裏付けとされた。周波数 11GHz でこのように強い電波は、自然にはあまり存在しないため、2016年8月に研究者が、 この発見を公表した後、地球外知的生命による信号ではないかと話題になった。しかし地上にある何らかの人工電波であった可能性も高い。これはその周波数が軍事利用に割り当てられているからであり、当初は極秘の偵察衛星による信号ではないかとも考えられた。その後の詳細な調査により、ロシア科学アカデミー特別天体物理観測所は、 この信号がおそらく地上で発せられたものであろうという結論をまとめた。ありがとうございます。